松田昇は、日本の検察官。元東京地検特捜部部長。北海道函館市出身。北海道函館工業高等学校電機科を経て、苦学しながら1957年中央、大学法学部を卒業。会社勤務の傍ら司法試験に挑み続け、1963年検事、任官。山本聖二郎の下で、日通事件に関わった。 ロッキード事件では、小玉義雄の取り調べ担当にあり、さらに1976年7月27日午前6時半、特捜部資料家事務官の4人だと共に、目白台の田中邸に出向き、田中角栄を逮捕、東京地検への同行を求めた。1985年、東京高検特別公判部長、1987年8月、東京地検特捜部長、 1989年、最高権検事以後、1990年大津知見検事制。1991年、最高権検事同年水戸知見検事制を経て、1993年7月法務省、共生局長に。翌年の1994年7月から、最高権刑事部長。1996年6月退官。 東京地検特捜部長時代は主にリクルート事件に関わった。1996年6月預金保険機構理事長。理事長職は習わしとして日本銀行副総裁が理事長を兼務するのが通例であったがバブル崩壊後の金融危機の中、検察出身の松田昇を理事長職に指名した。理事長職在任中に三要証券、 北海道拓殖銀行、山市証券、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行等が次々に倒産、あるいは破綻した。20世紀末から21世紀初頭にまたがる戦後、最大の金融危機に、任期も通例の3期6年を超えた異例の4期8年、勤めた。2004年6月預金保険機構顧問。同年同月三菱自動車工業。 株式会社企業倫理委員会委員長。同年8月金融庁金融機能強化審査会会長。同年9月弁護士登録。2006年6月日本無線株式会社取締役。2007年4月三菱 UFJ ニコス株式会社取締役。2005年1月株式会社白報道社外監査役。 2015年6月株式会社博報堂 DY ホールディングス社外取締役2015年11月24日読売ジャイアンツ所属選手による野球賭博問題の規律委員会の会合に球団の特別法律顧問として参加した2016年3月11日の読売ジャイアンツ臨時株主総会臨時取締役会にて社外取締役に選任され 球団オーナー代行に就任した。東京地検検事時代、前年まで首相を務めた田中角栄を、ロッキード事件容疑で逮捕した。同僚検事の掘った力らと一緒に取り調べに当たった。ロッキード事件で逮捕した田中角栄を取り調べしていたある日、二人は偶然、一緒にトイレに立った。用を足しを追いてを洗っているとき、松田は隣で手を洗っていた。 田中角栄を何気なく見た。するとそこには濡れた手をティッシュで拭っている田中角栄がいた。それを見た松田はすかさずハンカチを田中角栄に渡した。田中角栄は礼を言うと濡れた手を借りたハンカチで拭い、そのまま二人は別れた。しばらくして松田のもとに一通の手紙が届いた。中にはクリーニングされ、 綺麗に畳まれたハンカチ一枚と一通の霊状が入っていた。検事と被告という逆の立場でもお互いに人間同士なのだという話として有名なエピソードである。おごらず、気負わず、そしてひるまずを心情としている。ありがとうございます。